今回は乃木坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、アイドルグループだよな。そうね。最近、メンバーの噂とか、いろいろ出てるんだぜ。そうなのね。例えば、中元姫香って知ってるか？知ってるわよ。あの子、隠れムキムキ疑惑があるんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。どういうことなの？よく見たら、腕とか、足とか、筋肉質なんだぜ。本当？本当だぜ。でも、アイドルって、華奢なイメージよね。そうだな。だから、隠れムキムキって、意外よね。意外だよな。他に、何か噂があるの？他にもいろいろあるぜ。例えば？例えば、生田絵梨花って知ってるか？知ってるわよ。あの子、姫カットって呼ばれてて、その髪型が、ちょっと変わってるんだぜ。確かに、こな髪型よね。その髪型、実は、ある意味、衝撃的な理由があるんだぜ。どういうこと？その髪型にした理由は、生田絵梨花自身が、髪を切ったことを後悔してるんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。なぜ、後悔してるの？昔の生田絵梨花は、ロングヘアだったんだぜ。そうなのね。でも、髪を切っちゃって、後悔してるんだぜ。切っちゃったら、元には戻せないもんね。そうだな。他に、何かあるの？他にもあるぜ。教えて。大和さとなって知ってるか？知ってるわよ。あの子、メンバー活動終了したんだぜ。そうなのね。その理由が、未成年飲酒疑惑なんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。ショックだわ。他にも、小川彩乃って知ってるか？知ってるわよ。あの子、36スシングルで、初選抜になったんだぜ。すごいね。しかも、初フロントなんだぜ。わあ、すごい。でも、実は、この選抜、いろいろ言われてるんだぜ。どういうこと？選抜メンバーの選考方法が、不透明なんだぜ。本当？本当だぜ。なぜ、不透明なの？選抜メンバーを決める会議の様子が、一切公開されていないんだぜ。そうなんだ。だから、いろいろ噂があるんだぜ。なるほどね。他にも、柳井って知ってるか？知らないわ。あの人、乃木坂46のクリエイティブディレクターなんだぜ。そうなのね。その柳井、乃木坂46を知らない疑惑があるんだぜ。え、どういうこと？柳井、乃木坂46の楽曲の歌詞に、明らかに間違った部分があるんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。それは、ひどいね。しかも、柳井、その間違いに、全く気づいていないんだぜ。信じられないわ。だから、柳井、乃木坂46を知らない疑惑が出てきたんだぜ。なるほどね。他にも、いろいろ噂があるんだぜ。例えば？例えば、整形疑惑とか、いろいろあるんだぜ。整形？そうなんだ。整形って、どういうこと？メンバーが、顔を整形した疑惑があるんだぜ。本当？本当だぜ。誰なの？それは、教えられないぜ。なんで？言ったら、大変なことになるぜ。わかったわ。整形疑惑以外にも、いろいろあるんだぜ。例えば？例えば、メンバー間のトラブルとか、いろいろあるんだぜ。え、そうなの？そうなんだ。具体的には、どんなトラブルなの？それは、教えられないぜ。なんで？言ったら、大変なことになるぜ。わかったわ。乃木坂46って、表面的には、完璧に見えても、裏では、いろいろあるんだぜ。そうなのね。だから、乃木坂46のファンは、いろいろ調べて、裏側を知らないと、ダメなんだぜ。なるほどね。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46のメンバーの過去が話題になってるよな。そうね。特に、秋元真夏さんの学生時代の疑惑とか、よく耳にするわ。あの疑惑、実はね、ただの噂でしかないんだぜ。本当なの？うん、証拠がないんだ。ネットに流れてる情報は、ほとんどが憶測でしかないんだ。でも、よく聞くから、本当なのかなって思ったわ。世の中、噂って広がりやすいんだよな。特にアイドルみたいに人気者になると、余計に噂がつきものなんだ。そうか。じゃあ、
秋元真夏さんは、実際は何もやってないってこと？やってないとは断言できないけど、少なくとも証拠がない以上は、憶測で判断するのは危険だよな。なるほどね。じゃあ、あの疑惑って、どこから来たの？それは、秋元真夏さんのキャラと関係があるんだ。真夏さんは、明るく元気なイメージがあるだろ？うん、よく笑ってるイメージよね。でも、そのキャラの裏には、実は、って噂が流れたんだ。人間って、完璧じゃないからな。確かに、誰にでも過去はあるわね。だから、噂だけを鵜呑みにせず、冷静に判断することが大切なんだ。そうね、真夏さんのことをよく知らないのに、噂だけで判断するのは、良くないわね。うん、真夏さんだって、一人の人間なんだ。みんな、過去に傷や後悔を抱えてるんだよ。そう考えると、噂で傷つけちゃいけないわよね。それに、ネットの噂って、すぐに広まって、消えないんだ。だから、噂を流す前に、よく考えてほしいよな。そうね、ネットでの書き込みは、慎重にしないと。それと、乃木坂46のメンバーは、みんな努力家なんだ。特に真夏さんは、グループをまとめるために、いつも頑張ってるんだ。そうよね、真夏さんはリーダーだから、大変だと思うわ。だから、真夏さんを応援する気持ちを持って、噂を鵜呑みにしないようにしてほしいぜ。わかったわ。真夏さんを信じよう。いいね、真夏さんのことをもっと知りたいなら、彼女のブログとか、スンスとか、いろんな情報を見てみようぜ。そうするわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂の闇、大和里奈メンバー活動終了の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、大和里奈って、知ってるよな？もちろんよ。乃木坂46のメンバーだったわよね。そうだな。2019年に加入した、あの可愛い子だ。うん、あの頃は若かったわよね。若かったっていうか、まだ10代だったんだぜ。ええ、確かにまだ10代だったわね。で、この大和里奈が、2024年にメンバー活動終了を発表したんだ。ええ、あの時は驚いたわ。理由は発表されてなかったけど、何かあったのかな？って思ったわ。理由については、公式発表では、メンバーとの信頼関係に大きなひびが入った、って書かれてたんだ。信頼関係、何かあったのかしらね。実は、この裏には、いろいろあるみたいなんだぜ。ええ？何があったのかしら？具体的な理由は、未発表だけど、ネットでは未成年飲酒疑惑とか、いろいろ噂されてんだよな。ええ？未成年飲酒。まさか、まだ格差ダムした情報ではないけど、信憑性のある話として、ネットでは話題になってるんだ。信じられないわ。アイドルって、特にイメージ大切なのに。まあ、未成年飲酒は、芸能界ではよくある話なんだ。そうなのね。ただ、この大和里奈の場合は、ちょっと事情が複雑なんだ。複雑ってどういうこと？未成年飲酒をしたのは、事実だけど、その後に、所属事務所が、この件を隠蔽しようとしたみたいなんだ。隠蔽？どうして？事務所としては、大和里奈のイメージを守るためだったんだろう。イメージを守るために、事務所って、怖いわね。事務所としては、当然だけど、大和里奈の活動は、重要だったんだ。活動が重要って、つまり？要は、お金になるってことだな。お金、事務所って、お金のことしか考えてないのね。まあ、事務所も商売だからな。でも、大和里奈はどうなるの？大和里奈は、事務所から、活動休止を言い渡されたみたいだ。活動休止？それは、事実上、芸能界引退ってことよね。そうだな。事実上、引退ってことになるだろう。大和里奈、これからどうするの？それは、わからないぜ。かわいそうね。事務所に何かしらの圧力があった可能性もあるんだ。圧力？未成年飲酒の問題は、事務所だけでなく、乃木坂46全体にも影響する可能性があるんだ。乃木坂46全体、まさか、解散とか？さすがに、解散まではいかないだろうけど、イメージダウンは避けられないだろうな。そうね。いずれにしても、今回の事件は、アイドル業界にとって、大きな問題だ。そうね。
今回の事件は、アイドル業界の闇を浮き彫りにしたと言えるだろうな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、アイドルグループだよな。そうね。人気アイドルグループよね。最近、いろいろ噂になってるんだぜ。噂？具体的にはどんな噂なの？例えば、山下美月って、コピー疑惑があるんだぜ。コピー疑惑？どういうことなの？他のアイドルとか、先輩とかを真似してるって話だよな。そうなのね。具体的に誰を真似してるの？例えば、斉藤飛鳥とか、他のグループのアイドルとか、いろいろ真似てるって話があるんだぜ。それはちょっとショックだわ。他にも、橋本七海とか、堀美央奈とか、いろいろ噂になってるんだぜ。いろんな噂があるのね。でも、本当かどうかは、わからないわよね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。まあ、真相はわからないけど、噂は噂だよな。そうよね。でも、ファンとしては気になるわ。ファンなら、真相を知りたくなるよな。そうね。真相を知るには、自分で調べるしかないんだぜ。自分で調べるの？ネットとか、雑誌とか、いろいろ調べて、自分で判断するしかないんだよな。なるほど。そうね。真相はわからないけど、噂を楽しむのもいいんじゃないかな。確かに、真相がわからないからこそ、面白いのかもね。解説はここまでだぜ。
ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46ってアイドルグループだよな。そうよね。最近よく耳にするわ。最近乃木坂46に関するいろいろな噂があるみたいだな。そうなのね。具体的にどんな噂があるのかしら。例えば整形疑惑とか未成年飲酒疑惑とかいろいろあるんだぜ。整形疑惑、本当かしら。噂によるとメンバーの何人かは整形してるらしいぜ。整形って本当にあるの。実際に整形したメンバーもいるみたいだ。それは驚きだわ。でも整形したからって悪いことじゃないぜ。そうよね。個人の自由だし。それに整形したからってアイドルとしての実力が劣るわけじゃないぜ。確かにそうよね。問題は整形したことを隠していることだな。隠しているの？ファンに嘘をついているようなものだぜ。それは良くないわね。ファンはアイドルを信じて応援しているんだよな。信じる気持ちは大切よね。だからアイドルは正直でなければいけないぜ。そうよね。嘘はダメよね。次は未成年飲酒疑惑について解説するぜ。未成年飲酒って本当にあるの？噂によるとメンバーの何人かは未成年で酒を飲んでいたらしいぜ。本当かしら。未成年飲酒は法律違反だぜ。そうよね。大変な問題だわ。未成年飲酒は自分だけでなく周りの人にも迷惑をかけるんだぜ。そうよね。気をつけないといけないわ。アイドルは特に注意が必要だな。そうよね。みんなから尊敬される存在だから。だからアイドルは法律を守って行動しなければいけないぜ。そうよね。責任感を持つべきよね。他にも乃木坂46に関する様々な噂があるんだぜ。どんな噂があるの？例えばメンバー同士の格盛りとか裏切りとかいろいろあるんだぜ。そんな本当かしら。噂は本当かもしれないし嘘かもしれないぜ。どうすれば真実がわかるの？真実を知るためには自分で調べるしかないぜ。自分で調べるって大変そうね。でも真実を知りたいなら自分で調べないとダメだぜ。そうよね。自分で調べて納得したいわ。真実を知ることはとても大切なことだぜ。そうよね。真実を知ることでいろいろなことがわかるわ。例えばアイドルに対する考え方とか世の中の仕組みとかいろいろわかるぜ。そうよね。世の中は複雑よね。だからいろいろなことを調べて自分の目で確かめることが大切なんだぜ。そうよね。自分で判断することが大切よね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って悪部48の公式ライバルグループだって知ってるよな。そうよね。よく聞くわ。でも実はね、乃木坂46って悪部48とはちょっと違う部分があるんだぜ。どういうことなのね。まずメンバーの選抜方法が全然違うんだ。悪部48は毎年総選挙ってやつをやって人気投票で選抜メンバーを決めるだろ。そうよね。あの総選挙はすごい人気よね。でも乃木坂46は総選挙なんてやってないんだぜ。え、そうなの。そうなんだ。乃木坂46は選抜メンバーを運営が決めるんだ。運営ってどういうことなの。簡単に言うと事務所の人たちだよな。乃木坂46の運営はソニーミュージックって会社がやってるんだ。なるほどね。だから乃木坂46は運営が選んだメンバーで駆動出したりテレビに出たりするんだぜ。ということは運営が気に入ってるメンバーが選抜メンバーになるってことよね。その通りだぜ。だから乃木坂46では総選挙みたいなファンが投票するイベントはやってないんだ。へえ、そうだったんだ。それから乃木坂46は悪部48よりもメンバーの数が少ないんだ。悪部48は100人以上いるけど乃木坂46は36人しかいないんだぜ。そうなのね。人数が少ない分メンバー一人一人の活躍が目立つのかもしれないわね。そうだな。乃木坂46はメンバー全員が歌もダンスもかなり上手いんだぜ。
すごい。乃木坂46って、本当に実力派なんだね。だから、乃木坂46は、悪部48と違って、実力主義なんだぜ。なるほどね。だから、乃木坂46は、AKB48 よりも、人気が高いのかもしれないわね。まあ、それは、一概には言えないけどな。でも、乃木坂46は、悪部48とは、ちょっと違うグループだってのは、覚えておいてくれよな。わかったわ。他に質問はないのか？今のところはないわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は乃木坂46の闇について解説するぜ。よろしくお願いするわ。乃木坂46って、アイドルグループだよな。そうよね。でも、よく考えたら、なんか謎が多いんだぜ。どういうこと？例えば、乃木坂46って、なぜ、乃木坂って名前なんだ？確かに、なんでだろうね。乃木坂って、東京にある坂道だよな。そうよね。でも、乃木坂46のメンバーって、ほとんど東京出身じゃないんだぜ。本当だ。しかも、乃木坂って、別に有名な場所でもないよな。確かに。なんでわざわざ、乃木坂って名前つけたんだろうな。謎だわね。それに、乃木坂46の楽曲って、よく、恋愛、とか、青春、とか歌ってるよな。そうよね。でも、よく考えたら、歌詞の内容が、ちょっとドロドロしてることが多いんだぜ。どういう意味？例えば、恋愛の歌でも、相手への執着が強かったり、裏切りがあったり、悲しい結末だったりするんだぜ。そう言われてみれば。しかも、メンバーの恋愛が、よく報道されるよな。本当だ。なんで、こんなに恋愛絡みのトラブルが多いんだろうな。不思議だわ。さらに、乃木坂46って、卒業するメンバーも多いよな。そうよね。なんで、こんなに卒業するメンバーが多いんだろうな。謎だわね。しかも、卒業する理由が、よくわからないんだぜ。どういうこと？例えば、結婚とか、進学とか、芸能活動を休止するとか、いろいろ理由はあるんだけど、よく考えると、どれも中途半端なんだぜ。なるほど。なんで、こんなにも中途半端な理由で卒業するんだろうな。謎だらけね。乃木坂46って、なんか、裏がありそうだな。本当に、いろいろ謎だわね。真相は、闇の中に隠されてるのかもしれないぜ。怖いわね。でも、それが、乃木坂46の魅力なのかもしれないぜ。確かに、魅力的だわ。これからも、乃木坂46の謎を追求していくぜ。私も、一緒に真相を探したいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46の整形疑惑について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46のメンバーで整形疑惑が話題になってるよな。そうね。特にレイレイさんとカさんの変化がすごいってよく聞くわ。各課に、デビュー当時と比べて顔が変わってるメンバーは多いんだ。でも、整形って直接聞くわけにはいかないし、本人だけが知ってる真実なんだよな。でも、ネットでは、レイレイさんのレイレイが変わったとか、レイレイさんのレイレイが変わったとか、具体的な部位まで指摘されてるわね。ああ、画像を並べて比較してるサイトもあるよな。各課に、が変わったり、がシャープになったり、が小さくなったように見えるメンバーもいる。でも、メイクや髪型、角度、照明によっても、全然違って見えることもあるわよね。そうだね。それに、年齢を重ねるにつれて顔つきが変わっていくのは自然なことだし、美容整形を否定するつもりもないんだ。じゃあ、結局整形かどうかは、わからないの？結論から言うと、整形かどうかは本人にしかわからないんだ。そうね。でも、整形疑惑って、どうして、こんなに話題になるのかな？それは、アイドルは完璧なイメージでファンを魅了する存在だからだと思うんだ。完璧なイメージ？そう、アイドルは美しい容姿やスタイル、歌やダンスでファンを魅了する存在だから、少しでも変化があると、ファンは気になるんだよ。なるほど。アイドルは特別な存在だから、少しの変化も大きく感じてしまうのかしら。まさに、その通りだ。それに、ネットでは情報が拡散しやすいし、噂がどんどん広がっていくんだ。
噂が広がりやすいのは困ったものね。だけど、整形疑惑の真相は本人だけが知っているんだ。だから、憶測や噂で判断するのは危険だよな。そうね。憶測や噂で人を傷つけるのは良くないわ。芸能人のプライベートな情報に立ち入るのも良くないよな。確かに、プライベートは尊重すべきよね。だから、整形疑惑に関しては、本人からのコメントを待つのが一番いいと思うぜ。そうね。本人が公表しない限り、詮索するのはやめておきましょう。それに、アイドルも人間なんだ。人間？そう、人間だから、容姿にコンプレックスを抱いたり、自分の理想を追求したりすることもあるんだ。そうね。アイドルも、私たちと、同じようにいろいろな悩みを抱えているのかもしれないわね。だから、整形疑惑に対するは絶対にやめるべきだ。そうね。は絶対にダメよ。アイドルはファンを笑顔にするために頑張ってるんだ。そうよね。ファンを楽しませるために努力しているのよ。だから、ファンはアイドルを応援し、笑顔にしてあげようぜ。そうね。アイドルを応援して、笑顔にしてあげたいわ。整形疑惑の真相はわからないけど、アイドルを応援する気持ちは大切だよな。そうね。アイドルを応援する気持ちを忘れずにいたいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は乃木坂46が起こした騒動について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、乃木坂46でいろいろ騒動があったよな。そうね、いろいろあったわよね。まず、未成年飲酒の件だな。あれは衝撃だったわね。メンバーが未成年の頃に飲酒していたって話だ。本当だったの？そうなんだぜ。しかも、お泊まりもしていたって話もあるんだ。お泊まり？まだ未成年なのに、お泊まりって、どうなのよ。確かに、ちょっと考えられないわね。しかも、そのお泊まりは、メンバー同士だけじゃなく、外部の人物ともあったんだって。外部の人物？そうなんだぜ。だから、この騒動は、単なる未成年飲酒の問題じゃなくて、メンバーの私生活の問題にも発展しているんだ。なるほどね。さらに、写真集の件もあるんだ。写真集？今年の乃木坂46の写真集で、一部メンバーが露出が過剰だったって騒動があったんだぜ。露出が過剰ってどういうこと？水着姿とか、そういうのが多かったんだ。へえ。一部のファンからは、アイドルの露出が過剰だとの声も上がっているんだ。確かに、そういう意見もあるわよね。さらに、秋元真夏さんの始球式での事件もあるんだ。始球式？秋元真夏さんが、始球式で、二塁に向いて投げちゃったんだ。え？しかも、その理由は、ボケだったって噂されているんだぜ。ボケ？つまり、わざと二塁に向いて投げたってことだ。でも、始球式は、本来ホームベースに向いて投げるんじゃないの？そうなんだぜ。だから、秋元真夏さんの行為は、一部のファンからの声が上がっているんだ。なるほどね。さらに、まゆたんのカンニング疑惑も浮上しているんだ。カンニング？そうなんだぜ。乃木坂工事中という番組で、まゆたんがカンニングをしていたって話なんだ。ええ？しかも、その証拠映像も流出したんだ。マジ？だから、まゆたんは、現在活動を休止しているんだぜ。そうなのね。これらの騒動は、乃木坂46のファンだけでなく、世間でも大きな話題になっているんだぜ。そうよね。特に、未成年飲酒と写真集の件は、大きな問題になっているんだ。確かに、大きな問題よね。今後、乃木坂46はどうなっていくのか、注目されるね。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。